皆さんこんにちは、ダイダラです。ドラゴンクエストモンスターズ3やりましょうか。さて、前回で、ここで闘技場やったりとか、ね、ドラクエ10のラストボスであるネルゲルで作りましたね。バージョン1のラストですね。さて、そこまでやって、で、ドラゴンクエスト10、11か。11のラストボス、ウルノーガはいたっていうところで、もう次何しようかって話なんですけど、まあ、今回、そう、ドラゴンクエスト11の、まあ、真のラストボスみたいな扱いである、ね、ニズゼルファーがいるんですよ。邪神ニズゼルファーだっけ。なんで、ニズゼルファーを今から作りましょうか。はい。というわけで、ニズゼルファーが結構素材重くて、前回ね、ここ、ローズバトラーの親戚みたいな、こう、ロイヤルブルーム作ったんですけど、まあ、この子を使うんですよね。なんで、ちょっとこの子作るの、もう一体、作るところから行きましょうか。必要素材を。今日も頑張りましょう。結構、今回も頑張らなきゃいけんかもしれん。はい。じゃあ、まずね、ちょっとね、モンスター作らなきゃいけないんですけど、踊る宝石を捕まえなきゃいけないんですよね、踊る宝石。なんで、ちょっと踊る宝石をまず配合できるかだけちょっとチェックしましょうか。踊る宝石は E ランクだったっけな、確か。なんで、E ランクのところに、あ、いた。踊る宝石。よし、この子作りましょう。偽チコ使うんだ。じゃあ、偽チコ使うか。よし、じゃあ、とりあえず踊る宝石作りましょう。OK。で、踊る宝石とメタルキングを配合しなきゃいけないんですよね。メタルキング。もうやだよ、メタルキング。はい、というわけで、ちょっとメタルキング今度は捕まえに行きましょうか。よし、とりあえず捕まえるとこといったら、まあとりあえずここよ。で、最近開けてなかったな、このボックス。季節の粉もいらんって。フルートあんねん、俺。もういらないアイテムだよ、それ。はい、というわけで、メタルキングは B ランクなので B ランク行きましょうか。で、その後に、素材としてね、ゴールデンスライムもいるんですよ。ゴールデンスライム。しんどい。ということで、ゴールデンスライムもね、B ランクと A ランクの間ってつながってるので、B ランクを見て、いないなってなったら、A ランク行って、ね、ゴールデンスライムを探すっていうのをやっていきましょう。ゴールデンスライムもう4体持ってるのでね、仲間なる気しないんですけど、どうしましょうか、言いました。ちょっとこれ、あかん、あれや、セーブしよう。いや、もう仲間無理だろ、これ。どうするよ。ガチで。ねえ、インテラー。殴ってやっつけそう。大丈夫？インテラー。殴る。で、とりあえず一旦肉上げてみよう。どれぐらい懐くか分かんないからけど、ね、戦う、いきましょう。霜降り肉一撃でやっつけないでよ。ちょっと34ダメージ入るな。結構インテラ、あ、頭良い。インテラ、よし、頭良い。よし、これで、よし、やっつけないで偉すぎる。さあ、これでスカウトアタックいきましょうか。もう一回霜降り肉上げてスカウトアタック。ほい、食え。満腹なった。満腹そうな顔してんもんな。全然パーセントたまんなくて笑った。どうしよう、みんなどうしましょう。これこんだけいると捕まう、無理だって。こんな 15% だよ、これ。 15% を俺なんとかお願いし続けるか、これ。大変すぎるだろ、これ。 10% だからは何回かやれば流るだろ。正解。意外と怒らないな、お前。穏やかな顔してるもんな、確かに。ありがとう、穏やかで。10%。10回やれば仲良くなるだろう。なあ、怒ったよ。まあ、倒して、これで、どうなるかだよね。倒しては、意外と体力は少ないね、やっぱ。起き上がれ。起き上がれない。そう。限界まで弱らしてやると、スカウトアタックで27%までいくわ。よいしょ、OK! 限界まで弱らせる作戦ってやっぱ最高かもしれません。ありがとうございます。よし。5体目のゴールデンスライムもいらんねえ、そんなに。いや、配合で使うのマジできつすぎるだろ、マジで。ねえ、よし、出ますか、次。さあ、あとはあれだ。メタキンだ、メタキン。やっと見つけたよ、メタルキング。よし、捕まえましょうか。メタルキングは、簡単に捕まると思うんだけど、どうなんだろう。襲いかかってきた。受ける。受ける。ほら。意外と簡単じゃなかった。まあでも簡単だった。共に行くぞ。よーし、OK。さあ、これでね、メタルキングと、踊る宝石をね、配合したいんですよ。
配合しましょう。ちょっとレベル上げめんどくせえから、経験の章ってやつあるんで使ってみよう。メタスタラでいいか。でいい。レベルが11に上がった。おしおしおし、10超えたら配合できるんでいいでしょう。あ、2個使ってまた。何しようで。2個目いらん、2個目いらん、2個目いらん。おい、このゲーム UI しっかりしろ。どうなってんだよ。まあいいや。はい、というわけで作りましょうか。さあ、これで作れるモンスターがこの子です。ドン、クリスタルスライム。キャー。そう、これなんですよ。組み合わせがなんつー組み合わせだってところなんですけど、まあまあまあ、この子たちをね、配合して生まれさせちゃいましょうか。レッツゴー。守備力アップ、プロテクト、もう防御力ガン詰めしとこうぜ、とりあえず。知らんけど。はい、さあ、これで爆弾せよ。でーんと、クリスタルスライム、よし、オッケー。で、クリスタルスライムと、なんだっけ、じゃあ、なんかを配合して、次、スライムエンペラー作んなきゃいけないんだよね。うん、よし、これもちょっと使おうかと思って、パッとハグメタ作ってみようか、一回、今度は。ハグメタ。えい。おー、1万なんだ。まあまあ、このぐらいだったら別になくてもいいか。ここで、B ボタンを押しても、OK 押せないんだよ。で、A ボタンを押すじゃん。うっ。ねえ。ここは B ボタン効くんだよね。うん。もう B ボタンで基本連打したいんだよ、俺は。怖いから決定しちゃうから。わかる、この気持ち。ゲームあるあると思うんですけど。よし。さあ、次行きましょうか。さあ、配合。さあ、できたぜ。クリスタルスライムと、ゴッドライダーだったっけな。スライムエンペラーが生まれるんですよ。でんと。熱いで、ゴッドエンペラー。これは持ってる子だったんでね、よかったです。ということで、いいでしょう、これで。すごい。よし。さあ、皇帝エンペラーですからね。エンペラー、まあ攻撃力アップ、守備力アップだけつけておきましょうか。天の恵みでもいいや。はい。さあ、スライムエンペラーつきましょう。はい、ゴー。よし、ここまでできた。熱い。で、ここまでできたらもう分かったよね、みんな。そう、スライムエンペラーとね、ゴールデンスライムを配合することで、そう、とある子が生まれるんですよ。ちょっとレベル上げてきまーす。今思ったけど、俺 B 階層のところでさ、ねえ、メダルキングひたすら厳選して、厳選というか探し回ってたけど、ここでよかったな、ぶっちゃけ。でもここに来たメダルキングは倒したいよな、せめてな。よし、さあ、レベル上げもしてきましたんで、ちょっとやってみましょうか。配合でーす。うん、ペッポ。さあ、これで作れるモンスターが、そう、グランスライム。グランスライム、ヒゲが生えたスライムなんですけど、ちょっとね、配合が底辺だよねっていうところで、ちょっと待ってな。間違えたらいけない、この俺たちの四天王で配合したらいけない。今捕まえたなんとなくの子でやらなあかんね、そこだけ注意しなきゃいけないね。よし、これでいきましょう。配合です。賢者だって、攻撃力アップ、守備力アップ、4だってばよ。すごい4で、すごい4、すごい4で、賢者つけていきましょうか。なんでもいいや。というわけで配合しましょう。爆弾せよ、グランスライム。よし、ここまでできたらようやくって感じ。みんなもうお疲れ様でした。マジ大変だった、グランスライム。かっこよすぎん、グランスライムって見た目ね。そう、グランスライムとその前回作ったそのロイヤルブルーム配合することで、もうすげえやつが生まれるんすよ。なんだと思う。で、ね、レベル上げてくるね。よし、レベル上げてきたんでやりましょう。はい、ゴー。さあ、生まれてくる子よ。どんな子だ。そう、やばくね。悪坊。ドラゴンクエストモンスターズ2、イルとルカのねえ大冒険で出てきた、導いてくれたやつですよね。え、悪いやつです。悪いやつ、悪坊。悪坊。いや、悪坊スキルいいや。レアそうなやつだけちょっと残しておいて、 SP とねえ4育てたやつだけ残しておいて。ワルボー、生まれよ。これは熱いぞ、マジで。さあ、グランスライムとかがみんな愛好されて、悪くなっちゃった。でかいな、おめえ。でかぼう、でかワルボー来た。かっけえ。ワタボーも作れるのかな。多分なんかで使うんだろうな、いつか配合でね。え、さあ、ワタボー、ここまで作ってようやく進みました。皆さん、めちゃくちゃ大変でございましたが、お待たせしました。さて、じゃあ次、このワルボーを次使って、ニズゼルファーの道作りましょう。ワタボーじゃなくて、ワルボーもすらも素材ってのがやばいよな、ほんと。はい、では配合しましょうか。
ででババーン、邪神の子そう、やっと来た邪神の子、そう、悪棒を使って邪神の子を作るんですよ。そう、素材が売るのがドラゴンクエスト10のね、10じゃない11のラスボス売るのがのと悪棒を配合すると邪神の子が生まれ、そう、邪神の子と何かを配合することによって水ゼルファーが生まれるわけですね。皆さん長かった、うん、長かった。ほんと俺たちここまで100年の時を経てようやく来ました。これ攻撃力アップ4と4はつかない。じゃあ防御にしとこうかな。よし、なんでもいいや。これ絶望皆殺し、ダークブレイク、メガンテ、もう技名が怖いね、ほんとあんた。マジ、邪神の子作りましょうか。生まれよ悪魔の子よ。いや、悪魔の子じゃなくて、イレブン君や。ね、邪神の子よ。でかいな、邪神の子も。生まれたぜ。腹がモヤモヤしてる。よーし、かっこいい、邪神の子。さあ次です、皆様。お待たせしました。これ、邪神の子を使って、ニズゼルファー作りましょうか。さて、ラストレベルは行きたいと思います。これで終わりだ。お疲れ様でした。いや、気づいてない、こっちに。あ、ちょっと待って、手持ちの子がいない。今、気づけたわ。ゼロ。そう。ウルノーが使っちゃったから、俺のメンツいないじゃん、今。よかった、全部倒すってよかったけど、でかいな、邪神の子。邪神の子そんなでかいの怖くね？でかいの子じゃん、でかいの子。恐ろしい。よし。さあ、これ、配合しに行きましょうか。はい、さあ行こうか、みんな。いや、手持ちが今めっちゃ苦しいんだけど、どうしようねえ。はい、それでは愛好しましょう。ウルノーガ君めっちゃエースやったのにな。さあ、できました。邪神ニズゼルファーン。邪神のことそう、前回作ったドラゴンクエスト10ボリューム1のボスでやったらデルゲル。配合しましょう。これで生まれるんだってよ。底辺だ。賢さんぱ攻撃力アップ。え、どういう子？ちょっと待って、ニズゼルファーン、こういうどっかなんだ。ねえ、まあ一旦じゃあ作るか。ニズゼルファーと。え、でもめっちゃむずいこれ。SP も欲しいよな。SP もったいない。いやー、でもいらんかー、もう。ねえ、いらんことあいか。むずすぎるだろこれ。ニズゼルファー。こうしようじゃあ。ちょっと SP やっぱ取っとこう。SP。これニズゼルファ攻撃力アップ SP でいきたいと思います。配合しましょう。よし、爆弾せよ。だだー、邪神ニズゼルファ生まれたよ、ついに。ニズゼルファー俺この言い方気に入ってるからずっと言い続けるよ。みんな擦り続けるからなはい、ということで皆さん、ついにできました、ニズゼルファー。なかなかに大変でしたね。ドラゴンクエスト11、ウルノーが倒した後にいろいろあってニズゼルファーを倒すみたいな感じになるんですけど、実質裏ボスね、裏ボスは別にいるか、なんだかんだ言ってやべえやつがね、なかなかいいやつですので、皆様ね、ドラゴンクエスト11やったことない人はぜひともやってみてください。僕はドラゴンクエスト11通常版とね、 11S っていうね、完全版みたいな方の両方とも実況してますので、よろしければ見ていただければ幸いでございます。はい、というわけで終わりましょうか、皆様。はい。じゃあ、で、次回はまた、次は、ワン、ツー作って、ナイン、テン、イレブンって言ったから、次またスリーに帰りましょう。頑張ります。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ダイダラでした。おつぽいよ。